串野テラスというギャラリーを始めます。串野と申します。今回はですね、第3回目ということで、坂口恭平さんにお集まりいただ、お越しいただきました。で、最初はですね、第1回でお迎えする予定だったんですけど、ちょっと鬱になり延期したところ、熊本の地震もあり、これだけたくさんの人に集まっていただけたと思います。今日はですね、もう入りきらないほど、100人超えたお客様が、次々とお越しいただいています。4月14日に回った熊本の地震以降、今もずっと揺れ続けているということで、今日は坂口恭平から学ぶ、震災学ということで、話になるのか歌になるのか分かりませんけど、今日本で一番話が聞きたい人だと思いますので、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。坂口です。あんまりね、喋ると高ぶるので、とにかく今日はもう抑えていくんで、上がりそうだったらみんな止めてくださいよ。すごい必死に今抑えてやってる。で、抑えるときにやっぱりこう、音楽を歌うと抑えられるんですよね。だからこう、言葉を新しく作るとすごく高ぶるっていう。だから恐怖心とかも近く、それに近いんですけど、で今すごいみんな多分地震でね、トラウマになってるんですよ、やっぱり。それで、でもエネルギー量っていうのはあんまり変わらないっていうのは、みんなエネルギー量保存の法則っていうのは知ってると思うんですけど、そのエネルギー量はあるんだ、恐怖のエネルギー量っていうのは非常にこう転換できるんですけど、そこにはいろいろ暗号がありまして、その恐怖のエネルギーを喜びに変えるためには、今僕たちがその 1+1 は2とかそういうことを考えている世界ではほとんどそのうまくいかないんですよ。なぜならそれは恐怖という、もう定義されてますからね。だからされてないようにするためには音楽的にその構造を変えていかなきゃいけないと。で、音楽を聴くとほとんど自分のために歌ってないのに自分のように聞こえてたりとか。で、震災の後に聴いたんですよ、自分が作ったの。なんでか分かんないけど歌詞をこういう風に書いてたのとか。で、それが分かったりとか。あとで僕は新作の一応まだ発表してないやつを朗読しようと思ってるんですけど、その時もずっと俺なんで書いてんのかなって嫁に言ってたんですよ。で、嫁さんは、いや別にいつか分かんじゃないのっていうことを、そのまま800枚書き終えても全然わけ分かんない。でも物語自体は収束した、ちゃんと到達したっていう自覚はあった。で、その後にこれを今僕は抑えてますからね。で、非常に僕の中でも感情がこう揺れてるんですよ、自信のように。でもそれをそのままじゃ出さない。じゃ、それどういうことかっていうのをなんか最近考えてるんですよね。だから震災学と言いつつも、この具体的に被災浴びたらどうするかとか、そういうことは一言も喋らないだろうと思ってるんですよ。で、赤ちゃんはもう好きなだけ泣けばいいし、で、そうなんですよ。で、そういうのは全て意味があると僕は思ってるんで、そういうことは全てその今のここの段階では、このスペースだけでは非常に音楽的な世界を僕は作るつもりでいるので、自分の中でいろいろ矛盾が生じたって放置しとけっていう、自分の中でつながらなくても放置しとく。で、そういうものは自分の中でしか、完結しない矛盾なんで、そういう矛盾はもうちょっと違うところの不平にピンと飛んでったりするんですよ。だからそういうこととかを、僕は結局追い込まれてますよね。どんどん放射能で逃げただろう、なんだろう、かんだろうで、そうした逃げた先の熊本で、で、また関東に逃げた、で、笑われてるわけですよね。平気ですよ、こっちは。気にはしないわけです。なぜならば、オズの魔法使い見てるから。トトをね、ガルチばあさんにおばさんにこう取られそうになって、ドルシャ逃げるんですよ。逃げた先で竜巻に遭うんですよね。逃げたらさらに何に遭う。だからそういうのは僕が知ってる物語では常に同じ状況です。インディ・ジョーンズが逃げて安息の地に立ったことがありますか？インディ・ジョーンズは常に逃げた先に巻き込まれ、逃げた先に巻き込まれる。で、僕の中ではそれこそが震災学であって、逃げた先で巻き込まれて逃げ続けるしかないんですよ。
でもその逃げ続けることが、じゃあいつのでも物語の中で後ろ向きな行為でしたかっていう、つまり物語の中で常に逃げるっていう行為はその非常に前向きな行為なんだけど、なぜか現実の世界でだけは逃げるという行為は非常に後ろ向きな行為になって、我慢せよと、で頭の中で核爆発を起こせと、脳内爆発を起こせと言ってるわけですね。でその感情の時にもう震災の現場では音楽もなりませんから、1ヶ月や2ヶ月だったらなるでしょうけど、よそから楽団が来てちょっとなって安心するかもしれないけど、なんかそういうことじゃないんですよね。なんかこう慰めることじゃダメなんですよ、やっぱり完全なこう転換をしなきゃいけない。恐怖心をその喜びにそのどうやって変えるかっていうのを、まあ説明するとそれだけで2時間ぐらい経ってしまうんで、とりあえず歌いましょうかね危ないんですよ俺も。だからこう自分の中でほっとくと、そうやっていろいろこう植物みたいにこう獅子神様ってわかりますかね、これザザザザって植物が入るじゃないですか。そういうのを止めるために実は音楽っていうのがある。で音楽っていうのはそういう鎮静効果を持っている。でもう一つは物語も同じですね。その娘がもう余震で怖くて寝れなかったんですよ。でも俺が自分で作った、今児童文学を書いてるんですけど、まあ、そちらも後で青が寝た瞬間の文章を読んでみようと思ってるんですけど、その文章を読んだら寝たんですよ。だから深い眠りへ誘う、いざなう、その導入する、それが物語。だからもっとみんなのイメージ違うんですよね。フィクションは書けないんです。そんな思いには書けるわけないとしか思えないんですよ。フィクションっていうのは常に現実より先なんで、フィクション is beyond the reality ってずっと頭の中に なってるんですよ。だからまあそういうわけのわからないことをまた言い出すとちょっとあれですからね。ちょっと歌いますよ。今わかりますかね、砂漠ではですね、あのタイヤガス 20% 抜くんですよね。そうしないと走んないんで、パンパンだと走んないから、ちょっとこのガス抜きぐらいでいきますから、物足りないなぐらいの感じでやりましょうか。今から歌う歌は全部震災前にもちろん作った曲なんで、春のせいっていう、春ののせい、のせいはひらがな、春のせい。で春のせいってなんだろうねっていう、キュンキュンするねって言って彼女にメールしてた時に、嫁さんから誰とメールしてるのって言われてなんかわかんないけどキュンキュンするって言って、今嫁さんにバレたかもって言ったら、キュンキュンするって言ったらその子が春のせいってこう書いたって、そんな歌を作るね、歌のね中身を言ってダメよって前の健太にいつも言われるんですよ。歌の秘密は秘密のまま止めてください。でも僕はなぜかこぼれ落ちるようにその謎をですね明かそうとしてしまう。そんなやつがよく家族を守っただろうとね。いいですよね、俺は不謹慎男なんでね、乙武先生とはちょいと違う誰からも金もらわないんでね。君の目で
春の街胸高鳴る、開いたつぼみは君を知らなかった、長い時を忘れたのです。あの一緒に並んで歩いて行こう、家に続く緑道を君の目で見てる、春の街胸高鳴る、開いたつぼみは君を知らなかった、長い時を忘れたのです。薄い茶色の君の目のトンネル、文章でも書いたんですけどね、その震災の時に結局みんなこうギューって萎縮してた。俺は14日の時はあの東京にいたんで、あのまあ東京で何してたかとか聞かないでもらっていいです。で東京にいて、やばいと、もうこれ家族がまずいということで、予定を変更して、15日夜が明けて戻ったんですよね。でそしたらもうギュッてみんなしてて、すごいもうちょっとこれぐらいでうってなるんですよ本当に。でみんな今これぐらい揺れてる震度3で慣れちゃってるって言ってるんですけど、あれ絶対嘘ですから、慣れてはないんですよ。体は慣れたことにしてるってこと、まあ、ほとんどしゃぶってるってやつなんですよ。だけどまあそこまでそれを言うとまあみんなきついので、ちょっと調子いいよっては言ってるんですよね、僕電話で確認しながらみんなに。でそれがちょっとずつ分かってて、今1週間10日近く経ってでしょ。でそうするとその脳内物質でノンアドレナリンって言ってアドレナリンに近いのが出るんですよね。でこれそう状態の時、僕はそう病なんですごくよく分かるんですけど、でほとんど痛みがまずなくなります。で寝ないでいいし、3つぐらい同時思考できるんで、片付けとかうまくいくんですよ。でもそれって結局恐怖心とか勇気とかを、なんていうんですか、恐怖心とか勇気を無駄遣いっていうとあれですけど、非常にそこだけ放出してる状態なんで、後でこう絶対禁断症状が出るんですよね。だからその時にこう、つまり何かこう変えなきゃいけないんですよ。でその時に僕はギターをとにかく持って、もう子供に「おい今からじゃ踊るぞ」っつって、「歌うぞ」っつって、でこうなんかこう激しくやる、ちょっとその時はわざと激しくやったんですよ。でこう「デッデデデこういう感じでこうみんなで踊れってって、ちょっと跳ねてる感じでちょっと踊らせて、でこう地面床をこうパンパンってこう跳ねろってって、したらなんか後ろからなんかオレンジってこう打楽器がいっぱいあるんで、でなんか子供たちがこうなんかいろいろ打楽器を持ってきて、もあと鉄筋とかをこう叩き始めたんですよ。僕は来たばっかりだから超敏感で、それしたらなんか2回ぐらいやっぱ余震があったんですけどね。彼らはやっぱ体を揺さぶってるもんだから、
全然わかんない。それでなんか最後になんかその青にもちゃんと歌ってみたらっつって、ずっと青って、まあ、僕の娘なんですけどね、声が出なかった。でもそこまで一回乗せて、初めはその導入っていうのはちょっとスキップみたいな、こう5月の風ぐらい、大体こうそういうので説明するとすごい説明しやすいんですよね。で BPM とかで言うとダメなんです。5月の風浴びながらちょっと気持ちいい、なんかこう天気11時半ぐらいですか、見慣れたとこでいいです。見慣れたところの、まあ、新緑のところの、まあ、並木らへんをちょっと車でドライブしてる時のあのハンドリング的な、なんかグリップ感ありますよね。で音は鳴ってる。で、まあ、ちょっと女の子がいて、俺ちょっとかっこいいんじゃないかなみたいな、なんかあの時のグリップ感ありますあの感じぐらいは導入入れるつまりね、もうほとんど俺ね彼女と思ってたんですよね。自分のその娘とか姪っ子とか、その嫁さんも、まあ、彼女と思ってたし、嫁のお姉さんのことも彼女と思ってて、僕は全員脱げって言って全員背中させてましたから。もちろん全部脱ぎはしませんでしたよ。もちろんだから背中をこう入れたわけですね、まあ、高校1年生なんか分かりますかね、あの T シャツの裏側にも T シャツみたいになってる、あのブラっぽいやつあるじゃないですかあれのなんかもう入っちゃってて、俺背中に着てなきゃいけないな、これ何だこいつ今日中に入れていいよみたいな、中に入れていいみたいな、よくわからない会話みたいになってるどうだどうだとか言って、だから思春期すごいんだけれども、なんかそういったこうなんていうかね、導入をするとなんかそういうのが非常にスムーズになっていく。だんだんなんか面白くなっちゃったみたいで、みんなでその時にそのエネルギー量が変わらないっていうのを説明して、で非常に音楽的に変換をしたからって自覚させることが非常に重要で、僕の場合はだから言うんですよ、ここを今から舐めるけど、ここは気持ちよかったら気持ちいいって言ってって言って女の子に舐めるんですよ。それをなんかコミュニケーションと思ってるんで、ここがいいのかここがいいのかって、なんで嫁さんに言ってもらえる、なんで私は説明をしなきゃいけないみたいな。で僕童貞プレイってよくやるんですよで僕が例えば童貞だとして、坂口恭平にもう百戦錬磨にだいぶ育て上げられたそのふーちゃんっていう、その僕の妻なんですけどね、ふーさんがもしもその童貞の人とやったらどうなるか実験みたいなのをやるとですね、もう少し、すみません大丈夫ですか、そのこういうそんなにね卑猥なことではないと思ってます、大事なことなんで男女関係で、もう少しこうもうちょっととか言われる、そこって言われた時に、え、ここだったんだって俺ちょっと驚いたことがあって今まで全然違うところだったんですけど、あなたはそこだと思ってたわけですねって言ったら、はい、でもそこっていう説明はなかなかそのオープンダイアログしにくいので、なんか嫌じゃないですか私からみたいな会話になって、それなんかもうなんかこう、それが童貞プレイではできるわけですね非常にだから何の引っかかりもなくできるんですよ。ちょっとずつでいいから、ゆっくり優しくちょっとずつ入れてって、それでそこって言われてね、ふーちゃんに、あ、それでどうしたらいいんですかって言ったら、それでその中指をこのこう出したり入れたりじゃなくて、そのままそこをふんふんってふんふんってやってって言われて、ふんふんってやったら、あ、そうそうとか、こんなことをなんか俺教わったこともないですみたいな、だんだんほんと先生みたいになってきて、先生もっと教えてください、もっと教えてください、なんかすごいなんかこう学習能力みたいな、もう心材学っていうぐらいですから、今日はやっぱりその学問について僕は教えてくださいみたいなって言って、わかりますかね、なんかさっきはだいぶしっとりきましたよね、いきなりしっとりきますけど、感情って一緒なんですよ。あのしっとりのすっごい切ない気持ちと、今すっごいちょっとなんかちょっとドライブが始まりましたよねっていうのと、あんま実は変わんない。でそれともっと恐ろしいことに、ガダンって揺れた時のあの恐怖とあんま変わんない。でその時にそのあーちゃんが、あ、そのサーフィンみたいにすればいいんだねとか言って、そうそうそう、地震は波だから、ピュンって来るから、ピュンって来たらピュンって乗れて、さあ来るぞっていうのは、あのさあ来るぞっていうあの波だから、あれが来たら最高だって思うしかないよ。それでやってったら、だん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 恐怖心がなくなったんですよ。いや恐怖心がなくなってんじゃないんだよってさ、そのエネルギーは変わってない、ただそれを少しちょっと楽しめるようにはなってきたのかもしれない。
だけど、まあ、そうやって確認はしていくんですよね。でもじゃあそのままでいいのか果たしていいのかっていう時に僕は鬱に落ちる。で鬱っていうのは大体僕の場合はリトマス試験紙みたいな感じで、もう妊娠してないか妊娠したかすぐ分かるっていう感じです。はい、もうダメです、もう鬱になったらその場所がダメで、そこにはいろんなもうたたりがいるし、まあ、僕の中ではですね、別に僕はそんななんか何とか教とか今からあなたを洗脳しようとしてるわけじゃないんですよ。大体なんか分かるでしょ、なんかこうなんか悪い気がとか、まあそんな気持ちって私の気持ちって言うわけですから、皆さん何らかの記憶を持ってるわけですよね。なんかそういうのなんか感じるなと思って、もう毛布を丸かぶりですよ。このままなんか窒息死してるんじゃないかっていうおじさんみたいな形で格好で寝てたんです俺、避難所で。そしたらさっきまで元気に俺歌ってこんなこんなやってたおっちゃんがですよ、めいっ子も今日そこまでそこまで変換できるわけって言って、でそうそう、その子も実はそういうとこがあるみたいなのを後にいろいろ告白していったりする、そのまあ物語的にはですね、そういうもう物語なのか現実なのかちょっと僕もほとんど分からなくなってるっていうやつなんですけど、で 今から何の歌を歌おうとしてたかっていう説明がですよ、ここまで長くなってしまうんですけれども、何分経ったか僕は分かってません。で今からですね、いろんな時間の流れをちょっと一応実験的にちょっと公開しますけれども、非常にいろいろブレてくるはずなので、そういうのを感じたっていう人がいたら手を挙げたり、今なんかちょっと時間がおかしいですみたいななんかそういう時に別に無言で何も言わなくていいんで、時々なんかこう思い浮かんだら、ああそこまで届いたんだみたいなのがいろいろ通じると思うんで、まあみんな、まあ、まあ好きにやってください。まだその恐怖心が半端ない時に、あおちゃんが恐怖心がなくなった瞬間に歌ったあの曲をですね、ゴルフっていう歌なんですけど、駅の並木道、忘れられないあの風を僕は遠くで感じてる。喉飴舐めてあの日のキスを思い出す、二人で決めたあの時間をいつか一緒に笑いたい。ルルルすっごい声が出た。だからすごい不思議なもので、恐怖心の屋根の下では声が出ないんですけど、音楽という傘の下では声が出るっていうのが現実で2つ行われているよねっていうのを俺バカだから真面目に説明しちゃうんですよ娘に。今すごいもうパパそういうことなんか言わないで、もう怖いとかもう言わないでって言われるんですけど、いや違うんだよね、俺バカだからついつい説明してしまうんだけど、説明しようみたいな感じで、もうその目を焦点を合わせないあの顔はやめてくださいって言われてる。ロボット共栄が説明をしよう。そう、私は F36 坂口共栄のふりをして、私は新たに教えるべきことがあることを思い出したので今稼働した。そう、私は電源オン押してくれ、ここの乳首を押してくれ、じゃあパパ怖いからみたいな感じ。パパは本当にパパなのって言われますから、パパはパパでも、
てんてんてんって何ですかみたいな何の話をしてるか分かりませんですか。つまりこう言って少しずつこうちょっと攪拌していきますって言われてね、こういろいろ溜まっていくんで、いろいろ淀が。でもね、淀んでるものをね、きれいにしなくてもいいんじゃねえか実験っていうのをやってるんですよ俺は。とにかくね、攪拌してます。じゃあきれいな清流だけが全てで、淀んだのドブ水はじゃあ私たちにとって川じゃないの、水じゃないのって思ってるんですよ。やっぱりそこでもギリギリアメンボ生きてますからね。アメンボっちのことはすげえ男で、これ平安時代アシタカって言われた男なんですよ。このアシタカってやつがね、聞いたことありますよね、アシタカって。なんかいろいろ、まあ僕は関係妄想すごいですから、ちょうど宮崎駿が風立ちぬ書くときに滞在してたとこは、それが僕のバーチャルジム裏なんですよ。そこに天水骨で天皇がよく水汲み来るとこは、そこで俺アシタカを見たんですよ。お前らはよく枯れんなっていう、水が今まさに水がそこに汲みに行ってる。でもう一個ある、1600年枯れてないところで、たたら水っていうところが、それ僕のばあちゃんちまたすぐ近くに、それを俺は見に行ってるんですけど、父ちゃんも母ちゃんも知らないんですよ。ばあちゃんも知らない。なんで今日は知ってるのって言われて、いや図書館に行けば全部わかるし、河内町役場には本棚には河内町町史っていうのがあって、その資料を調べれば全てもう旧石器時代からわかるんだけどって。うわーってか言いますからね、ちょっといやいや、そこおかしいでしょそこは私に学問せよって言ったあなたの言葉忘れませんよ私は、みたいな。あなた恐ろしいって言ったことしかせんもんねいや、それ有言実行って言いました。あなたがくれたゴミ太郎の四字熟語でですね、36ページ記憶力半端なさすぎて怖いって言われるんですよ。違うんです、だからあなたがくれたから、あなたがとか言うと、あなたじゃないとか言い出して子供とかに本をあげるときはご注意を。こちら本気ですからね、子供は。与えられた情報だけが全てなんですよ。で、それをすっごい、真に受けるので。だから、全部言うんですよ、自分が感じてること。それでも言うしか、もう責任の取りようがないので。そうそうそう。まあ、そういう付き合いしてると、まあ、ハードコアになりますよね。本当に。まあ、青ちゃんはもう、今なんか、83歳ぐらいじゃないかっていう時ありますから、時々もうやばいかも、きついかも、俺打つかもってたら、寝とけばいいんじゃないのすごいんですよ。まあ休みの日っていうね、まあ、ゆっくりした、もう今日はゆっくりした。ほんと会えない日々を忘れられるのなら、夜ヨガティー甘く感じるだろうに、通いの喫茶店で隣の声聞きながら、思い出だけが癒してくれるその時を、笑った頬の動きを真似しながら、休みの日の午後ただ過ごしてた、君のこと考えてた、君の歌歌ってた、君と踊り明かしたあの夜の川辺、会えない日々を忘れられるのなら、夜入れたヨガティー甘く感じるだろうに、通いの喫茶店で隣の声聞きながら、思い出だけが癒してくれるその時を、笑った頬の動きを真似しながら、
休みの日の午後ただ過ごしてた。君のこと考えてた。君の歌歌ってた。君と踊り明かしたあの夜の川辺。君と踊り明かしたあの夜の川辺。君と踊り明かしたあの夜の川辺。まあこの歌を自分でこうやってまあギターをですねまあそれも書きましたけどギターを避難所に持っていきましたところですねはっみたいな感じでみんな最低限度の荷物を持ってきてもちろん僕も最低限度の荷物の中にギターが入ってただけですけれどもそれを見た時のあの中2ぐらいのやつって言っていいと思うんですけど中2ぐらいの やつのなんか男2人組がですね僕のことなんかこうみたいなお前何考えてんのみたいなしかも大の大人寝てるしみたいななんかそういう感じしまったんですよで僕はあの薄めで大体全部しっかり360度見れんじゃないかっていうプロの覗き見の体質してましてそのなんかもうすごい覗き見するのすごい好きなんですけどまあだから伺うわけですねもう他人のことが気になってしょうがない他人が自分をどう見ているとかどういうふうなこう見られ方をしているとかあの自意識過剰半端ない上等と思って生きてるんですよそれであの、まあ、何でかっていうとそれって大体人間関係なんで、まあ、そういう性質なんですね僕の場合はあの一人の時ぶっちゃけあのもしかして後ろ振り向いたらあの人間ってロボットみたいに倒れてんじゃないかって小学校の時皆さん一度は思ったことあると思うんですけどあのロボットの一人が僕なんですよ僕みんなが見てない一人の時は完全に倒れてるんですでほとんど何の思考もしてないんでで何の話をしてましたっけでいうふうにもうほとんどつまりこれ論理的説明を してるわけじゃないのであの飛びますまあ群島みたいなところを旅してるものだと思ってください平地を歩いてるんではありません私たちはあのまあ昔の航海者でですねエタックという技術を持っている人たちがいますエタックというのはいわゆるこうどういう技術かというとですね四方が360度水平線の場合、じゃあ自分の位置をどうやって調べますか昼間月しか出てない星は出てないなかなか難しいですよね今もう皆さんそういう状態で行ってほしいんですよ、まあ、あなたたちはマーク・トウェインみたいな2600年前のマーク・トウェインみたいな気持ちで女性だとどうしましょうか女性どういう系がいいですか危機みたいな人がいいですかそれで自分が木船の上に木の船として貝を持っていて360度水平線その時にそのミクロネシアの航海者たちはエタックという技術を身につけて、まあ、エタックという存在に気づいたという頭の中に島が実在していることに気づいてその頭の中に実在している島を現実の世界に核に置くわけですそのエタックじゃなくてその島を見ながら波がこうやって当たってくるんでその波の角度で少しずつ距離が見えますんでその波の角度を測りながらエタックといわゆるここで直線とかいう概念が出てくるんです現実頭の中に直線っていうのは作れませんから永遠に僕たちはただ現実の中では一応こういうのは直線ってことになってるんですこれとか直線じゃないですけどねその島と自分と
こう水のあたりぐらいでその距離を測る。でこれが1エタクト、2エタクト、そういう何の説明からこうなってるのか分かりませんよ。だけど何かつながったんでしょう、僕の中で。どっちが実在してますかってことなんですよ。島がこっちに本物の島があるんじゃなくて、この中の島の方がリアリティがあるんですよ、その人たちにとって。常に船って動いてるし、もう全然おぼつかないわけですよ。だからおぼつかない時に何を作るかっていうことで、僕はそれは現実アストロンでは思考という巣って書いてあるんです。人間が考えるっていうのは非常にもう柔らかいけど非常に強いその建築物っていうか空間、自分が考えてるもの、それとこの現実を合わせなきゃいけないんです。でその時に俺はみんなを確認しちゃうのは、それが触れ合ってるから、もう非常にもう全身、もうまた言いますけど、そのもう僕全身が祈祷みたいな感じなんで、しかもこうその奇跡的にまとっていないっていう、これ分かりますか、その全身祈祷まとっていない人間が歩いている時のそよ風とかがただのそよ風かっていう話なんですよ。でそれがそのそよ風なのか、一つのその愛部としてそれを受け取ってしまうのか、非常にデリカシーのない人間がいきなりなんかこう掴み取るみたいな感じで感じるのかとか、もうすっごい感じてしまうんですよね。まあでも別に全然それはほら悪いところじゃない。また恐怖心を感じて歌を歌えば恐怖心は喜びに変わりますから、感情が湧き起こったってことを感じるんですよね。まあ何の話をしてるか全く分からなかったんで、ちょっと寝ますかみんな。じゃあ青ちゃんに寝るときに読んだところを読んでみましょうかね。それはですね、今現在執筆中の船ネズミっていう本があるんです。船ネズミっていうですね、もう何年もかけてる小説です。もう何百枚って書いたんですけど、でまた書き直してるんですよ。でもう僕そういうの大好きなんですよね。もう締め切りとか、僕の仕事でですね、締め切りがまだありません。締め切りという概念は全くない。かつ依頼という概念もない。依頼を受けない。受けないんです。だけど、さっきみたいに恐怖心とか感情が湧き起こったものは書く。書いてるものをあげるってことはありますけど。依頼とぶつかった時に、これ金になるかなと。ポン。それだけ。それはもうこっちで金を待ってる。ツバメみたいなのがいますから、家族たち。俺はいらないわけですよ。もし俺が一人だったら別にここで今書いてます、腹が減ったさ、京平さんちょっとおにぎりでも食べてくださいって、そういう人生が始まるんですけど、だからいつかも、おそらく離婚するんだと思いますよ僕は。で、おそらくですね、でクレジットカード渡すんだと思うんですよ。で、あなたたちはあなたはもうちゃんとしか生きていけと、ちゃんとサバイバルテクニックだけ教えて、で私は最後、インドの最後の4段階目のありますよね、4段階目はもう家族を捨てて一人でサドゥになるでしょう、おそらく僕は。サドゥになるとしか思えない。80メーターぐらいの髪を引きずりながら車も巻き込み、ビルまで巻きつけ、それでも歩き続けるけど巻きついてるもんだから歩けなくて、そのまま上になぜか 上を歩き始めて、そこには教員さん地面はないですよみたいな、いや私のその実在する地面をですエタックとか言いながら、それエタックそれは何エタックですかとか言いながら、いやそれが2000エタック超えましたとか言って、新聞記者とかが坂口健太が2000エタックを超えましたみたいな、わかりますか、今1つ3つぐらい事件がこうバーンって一瞬にして、ちょっとこうバーンって表に出るっていうのを、あいいなとか思いながら、あ過去とか恭平君とか嫁さんが言われる、そろそろ書く時間よって、みんなも疲れてるし、聞くのは1時間半が限度だからって。少人数だともうちょっとできますけどね、そろそろ書いてきたらって言って、で大体2時間ぐらいこもって、それで40枚ぐらい上げてくるんです。で大体1枚1万円なんで、もう関係ないですよ、売れないで売れるとかじゃなくて、僕俺の場合 1枚1万円だからって言って、もう1万円払ってくれる人とだけ付き合ってたら普通に払うようになりました。つまりこうしろってことです。とにかく自分を低く見積もってしまってはいけないので、常に自分は王様というまではいけませんが、クシャトリアの王子ぐらいでいけるんじゃないでしょうか。王子王妃、私たちが見てる物語なんか常になんか王妃王子なんだけど、なんかあんまそこでの生活には納得いってなくて、
なんか私は差別心とかもないんだけれども、なんかその階級が分かれてることに対してなんかイライラしてませんかね、その人たちは。なんかね、そういうみんなそういうとこあると思うんですよ。何らかのそういう高貴な気持ちと、しかしそういうのじゃなくて仲間仲間で助け合うべきであるとね。ユダヤ教の司祭はパリサイ人が怪我して通り過ぎるわけです。そうすると坂口教ジーザスクライシス、僕はクライシスじゃないですよね、ジーザスクライシス、もう危機の時だけ立ち上がりますからもう危機になるとジーザスと言い出せますから普段も3年ためですから、僕はもうおまんこのことしか考えてないで、嫁さんにはいつもお前は本物の最低の男だって言われてる君は本当の、でもさ今回助けたよね俺って、もうほとんどアーノルド・シュワルツネッガーみたいな状態になったよねってもうだからムカつくのよねみたいな。でもそこはバランスが必要なんですよね。あんまりいい人すぎると気持ち悪くないですか、これ。多少つまんないとこがないとダメで、これね、なんていうかこう学校の中の生徒会もやるんだけどタバコも吸うみたいな、こうなんか どっちもどっちがないとダメで、でもじゃあマリバナまで手を出すのかっていう高校生の時のこう、まだやめとこうかみたいな、なんかこうバランスがありますよね。なんかああいうのが好きみたいですね。でそういうのってなんか知らないけど、なんか女の子から、なんか急なこと気になるかもみたいな、なんか気になるかもって言われて、いや気になるとかじゃなくてそれ好きってことじゃないのですよ。いや好きっていうかなんていうか、だって彼女いるじゃんみたいな、まあだけどそうだけどさみたいな、なんか不思議だねみたいな、なんか制度的には彼女と彼氏で1対1みたいになってるけど、なんで俺もなんか君のことちょっと好きで、あなたも僕のことちょっと好きで、なんかルール変えたいぐらいだねよねとか、でもルールはルールだしとか、でもそれってなんか法律なんかあるんだっけとか言って、いやさ結婚制度とかあるじゃないとか、でも俺ら高校生だし結婚とか関係なくねみたいな、パーティー見せてほしいんだけどじゃあちょっと裏のクスノキのとこ来てよ、そこで待っててよみたいな、でこんな幸福なことがあっていいのですかみたいな、よく分からないけど、なんか俺の場合こうむちゃくちゃなことした後にいつも何らかのそのパンティーの返礼みたいな、そお金とかじゃないですよ、お金とかない、絶対ないですよ、お金なんかもらうとかそういうのはないですけど、なんかいつもなんかね、ほのかななんかこうなんか汗の香りとかなんかパンティーとかなんか皮膚とかなんかそういうなんか返礼が来る。でその時に常に頑張ろうって思う。で俺の中でこれすごい根源的なこう俺の中で、ね、経済なんじゃないかと思ってて、まあ皮膚経済とかパンティー経済でもパンティー経済ぐらいにした方がいいんじゃないかっていう、まあ震災学で大事なのは日本銀行券が役に立ちません。これがまだねコンビニがねもう並んでたところでもうどうしようもないの。その時にちょっとね野草がとかやっぱ言い出す人とかがいるでしょ、やっぱ野草これちょっとうまいのあるんでって、なんかねいきなりちょっとグーニーズじゃないよねっていう、なんか突然ねグーニーズ化してきたりとか、なんかねすごいいきなりねフォーメーションが変わるんですよ人間たちって。あの瞬間のなんか誰にパンティーが行くかみたいな、パンティーゲームみたいなって言うんですよ俺にもあるとか言って、なんか俺はクンクンによって雨の量が分かるとか言い出すわけですよ。だからなんとなくねそういうのをちょっと高めといた方がいいんじゃないですか。まあ今日そんなに興奮してたら子供たち夜寝れないよみたいな、あ、そっかそっか、つまり大きい声で喋ると寝れないんです、同じ絵本でもね。落ち着いてそよ風のような感じでちょっと朗読してみましょう。それでもね、ついつい僕の場合はね荻技っていわゆるこう今日書きましたけども、いわゆる俳優とか言って荻技っていうんですよ。これはまあ元々はかぐや の魂を招いてですね、あの魂を沈めるっていう、そういうやつがいた。いきなりこうやってボーってこうやってこういう人がいたんですよ、こうやってこうやってこういきなりやりだす。そうするとそれだけで大事なのは焦点を絶対合わせないでこうやって普段しない動きをするんですよ。でも普段持ってる体でやるんです。そうするとすっごい不思議になってくる、みんななんか時間があの人だけ遅くないみたいなそういうふうにそういうふうなことをやるのがすごい好きだから、時々変わっちゃいますけど、まあちょっとゆっくり朗読しましょう。とにかくロンじいさんに知らせなくちゃいけないと僕は人間の足を避けながら倉庫の中に戻っていった。僕たちの家はその倉庫の中の一番奥にあった。そこは船員たちが食べるためのナッツが詰め込まれた大きな樽の中だ。
その大きな樽は一度も船から下ろされたことがない。あまりにも大きすぎて動かせないんだ。そこにはいつも目いっぱいのナッツが入っていて、僕たちはここで暮らしている。カシューナッツにピスタチオ、マカデミアンにクルミ、アーモンドなどいろんなナッツが混ざっているので、食事に困ることはなかった。だからこそこの樽が僕たちの住居になったってわけだ。蛇口をひねるとナッツが出てくるような仕掛けになっていて、船員たちは酒のつまみや小腹が空いた時にここへやってきては口を開けて蛇口をひねった。蛇口の管は僕たちよりは小さいのでほとんど吸い込まれることはなかったが、時々小さな子供が間違って蛇口から出てしまって酔っ払った船員に噛み殺されたことがあると聞いた。小さい時大人たちが夜にその話をいつもするもんだから怖くて仕方がなかった。そのため僕だってできるだけ樽の上の方に自分の家を作りたかった。と言っても家の場所なんて好き勝手に決められるわけじゃない。年齢に従ってもしくは仕事の上手い人間たちが、あ、ごめんね、人間じゃなかった。こうやって遂行していくんですね。ネズミたちは迎える。ネズミ。つまり今何をしているかというとですね、ただ効率化を目指しているっていう。つまり僕は一人で遂行するのがめんどくさくなってきてるんですよね、今。人に読み聞かせることによってこれで今遂行しているっていうだけです、はい。年齢に従ってもしくは仕事の上手いネズミたちが必然的に樽の上部を占めていた。ロンジーさんはそういうことにはまるで関心がないらしく、蛇口に一番近いところに住んでいたから僕も仕方なくその辺に留まるしかない。だから今も怖くて仕方がない。それでもロンジーさんはとにかく工夫するのが得意なネズミで、唾を使って上手にピスタチオの殻などを集めて壁を作っていた。だから僕はその壁に守られていたんだ。それでも樽の外に家を作る気にはなれなかった。もちろん家に帰るのは寝る時だけで、他の時間はほとんど外にいるんだが、毎日周囲に気を張っているのはくたびれる作業だった。寝る時くらいは好きなものを好きなだけ食べて、楽しくても我慢はできた。あちち好きなだけ食べられる安全な場所で寝たい。ロンじいさんといればそれは可能だった。ロンじいさんが僕に仕事をくれなかったら今頃人間に潰されてたんだと思う。そう思うと毎日の仕事だって楽しくなくても我慢はできた。夕方になると船員たちの仕事は終わり、食事と酒の時間が始まる。そうなると僕たちもゆっくりできた。もちろん調理場にいるケムクジャラの大男たちの間の手は油断できないのだが、調理場に近寄りさえしなければ安全は確保された。とは言ってもあいつらの汚い顔とは裏腹に作ってる料理のうまそうな匂いときたら、魔法にでもかかったみたいに僕の体を突き動かしてくる。何度もそれで捕まったネズミたちがいるもんだ。一仕事を終えた僕はロンジーさんのところへ向かった。ロンジーさんは食事には全く興味がないらしく、食事らしき食事をしたところを見たことがない。その日も魚の骨のカスみたいなものを加えていた。もうずいぶん昔に拾ったやつだと思う。トンパチの変な匂いにくたびれていたってのに、ロンジーさんの口から漂ってくる一種に比べたらトンパチの方がマシだった。トンパチってのは人間なんですけどね。トンパチの姿が見えたから近づいてみたんだ。僕は穴声で小さくそう言った。もう目が見えるようになったか。骨を噛む音を立てながらロンジーさんはこちらをちらっと見た。そうかもしれない。トンパチはね、倒れてたよ。泡吹いて。あれが人間なの？珍しい種類の人間だからな。それでもあいつは立派な人間よ。周りの人間たちは呆れてたよ。そうだろうな。わしは人間だったらきっと呆れてるだろう。でもな、わしらはネズミだからな。ロンジーさんはしばらく噛み続けるとペッと骨を吐き捨てた。なんで僕はトンパチをずっと見張っていないといけないの？あいつは別に悪いやつじゃないよ。むしろみんなに嫌われていて人間扱いされていないように見える。僕は思ったまま聞いてみた。ロンジーさん笑いながらこちらをくるっと振り向いた。そりゃそうだよ、人間には分からん。あいつはただの狂人にしか見えんだろ。でもな、あいつは俺たちの姿が見える。あいつは人間にとってはただのバカかもしれんが、わしらにとっちゃ一番の敵なんじゃ。僕たちが見える。そうじゃ、ネズミなんて人間には見えん、大抵はな。もちろん自分たちが守っている食い物が荒らされる時だけはやたらと注意するがな。それでも見つけることはできないから、毒を持ったり罠をかけたりするくらいだ。それで引っかかるのは多くが子供で、わしらは訓練を積んでおるからそんなヘマはしない。
だからとにかくわしらは子供たちだけを守っておけばいい。でもな、トンパチの場合は違う。あいつは食い物とか関係がない。しかも別に俺たちが憎いわけでもない。とにかくわしらの姿が見えるんだ。わしらがどんなに早く動いたとしてもあいつは目でそれを追いかけてくること、追いかけることができる。で、どうなるの？知らん。今のところそれでどうにもこうにも何にも起こらん。しかも何にも起こってらん。ただだからといってわしらもそれを放置しておくわけにもいかん。いつも人間に監視されているままではいつ安全を脅かされるか分かったもんじゃない。でも何もしてないのに、もしかしたら味方かもしれないよ。僕はそう言うとロンじいさんは笑いながら厳しい目をしていった。人間が味方？そんなわけはねえ。騙されんなよ。あいつは変な目をしてる。あいつは何か企んでる。あいつは人間にも嫌われて食事仕事もない。なのになぜかあいつは船の上から追い出されることがないんだ。何か能力があるってわけでもない。むしろあるとすればわしらのことが見えるということだ。人間にもその能力をどう使えばいいのか今考えているところなんだろう。お前は騙されちゃいかんぞ。お前はそのためにここで生きてるんだから。お前は名前も何も持っていない。本来お前は死ぬ運命だった。それでも俺がここでこうして黙って育てている、その意味を考えろよ。お前はただトンパチの動きをずっと監視するんだ。それがお前の仕事。仕事をすれば飯が食べられる。この樽の中のナッツならどれだけでも食べていい。それでお前は一生食いっぱぐれることはない。だから何も考えずに仕事すればいいんだ。それ以外に何が必要だ。確かにロンじいさんの言ってることは間違いない。僕はこのほとんど役に立っているのかどうか判別しかねる仕事をすることで船の中のネズミの集団から一応仲間であると思われている。誰も疑問に思っているわけではないようだ。もしかしたらただ口にしていないだけかもしれない。それなのに僕はやはりなんだか気になるのだった。なぜ僕はトンパチを見張らなくちゃいけないのか。ネズミが見えるってのはそんなに恐ろしいことなのか。その時の僕にはまるで分かっていなかった。そこで寝た。一行も止まってないです、これ原稿書いた時。つまり俺の中にあったもんなんで俺が考えてもないんですよ。っていうとなんか降りてきたなんかそっち系の人ですかみたいな言わないでくださいよ。そうじゃなくてすごく耳を澄ますとみんなにもそれぞれ実はあるんですよね。で、僕こういうことできなかったんで、もともとまずは目に見えるものだけを書くことから始めたんです。それが僕のフィールドワークという仕事で、少しずつ目に見えるもの、つまりこの人はあぐらを描いているブルーの、ね、そのブルーとはそういえばあのブルーを思い出したみたいな感じで記憶のブルーとこのブルーとか比較対象するとか、そういう作業をずっと続けていくと、まあ、初めはフィールドワークをしてたんでこの状態だけ。そうするとだん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 記憶とつながってきますから、このブルーともう一個僕が持っているブルーがあるんでブルーとブルーが反応します。それでまあ、そのブルーとこのブルーを比べていくと、そういうテキストを書いていく。でそうするとだん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 こっちに引っ張られます。これ連理壁っていうんです。歌舞伎だと分かりますかね。歌舞伎で「ああまあまあ」ってこういうふうにあるんですよ。こういうふうになんか引かれるときは連理壁っていうんです、歌舞伎では。それでもうこれいきなり人間みたいにこいつら動き始めるんでとか言うと、もうちょっともうパパ本当にちょっとそれやめてくれますかみたいな俺とかこういうのをなんかこう擬人化するとかがもうめちゃうまいんですよ。これとかこうなんかこう、おいちょっと待てよって、やめなさいこみたいな、こういうのがこういうので大体子供とかはもう俺の手中に収めていくんですけど、だんだんだ動物の尻尾の毛とかもうそういうの持ったらこっちのもんです。これだとまだこうふさふさ感がないとダメなんですよ。ふさってしてるもんです。まあこれほわってしてますけど。まあこれヘイっていうですね、ブランドの。ヘイはどこでしょう。デンマーク。スウェーデン。製造は全部メイドインジャパンなんですよ。そういうことは不思議なんですよみたいな説明する。どこ行ったら戻って UAE 入ってたらヘイしか置いてない店があって。俺これ持ってるんですけどみたいな。僕この前 UAE に行ってそのシャルジャっていうお店行って、でそこになんかマレーシア人みたいなのがいて、でなんかヘイについて語り合ったっていうなんか謎のコミュニケーション。
そうですね。だからやっぱりなんていうんですかね、なんかあるんですよね。さっきのブルーとこっちの記憶のブルーで、俺記憶のブルーに時々さっきみたいに引っ張られるんで、そうすると完全に記憶のブルーの方に行っちゃう時もあるんですよ。そうすると担当編集者が今日はちょっと戻ってきたなって、またそういうのに連引き逆転して現実の連引きでおっとっとっとみたいな感じで、あ、立ってたのは5分だけだったけどみたいな、もうこっちで大物語大公開時代みたいになってて、もうそこがもうすごいもう真夜中のもう海が真っ黒にしか見えなかったけど、僕にとってはそれを青と呼んだとか言って、あれは青だとか、いや黒だろお前とかが、でも引っ張りながらもう水しぶきを上げてみたいな、もうそんなことしてたら震災どこ行ったみたいな感じなんだけど、だん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 、でもその時に揺れたとかまた来るわけ。それは現実とか上手で、現実は現実で俺らが油断して物語で収まってる時にバンって壊しますから。スタイル見てごらん、後ろに下にオープンエブリデイって英語で書いてある。俺が下にマジックでバットと点点点って書いてオープンエブリデイバットっていう、 If there is an earthquake maybe っていう感じです。そういう風にこうなんかね、何を僕は言いたいのでしょうかつまりこれは後にしか分からないんですよ。だから僕も後にしか分からないことを言い続けてるんで、この原稿は右から左、つまり僕の原稿は常に右から左、つまりわざと現実の時間に沿って書いてます。書いてんだけど、どう考えても現実の時間とちょっと違う時間が存在してて、現実の時間がもしかしたらこうとんでもない時間みたいなのがあって、その中の一つがただこの24時間で生きてるセブンイレブンたちかもしれないと思った時の、そのセブンイレブンの心情とか切なさとか、セブンイレブンが実は感じている私たち24アワーズだけど、実はその230アワーズなんだけどとか、そのボロッとこう告白するシーンとか、どういうシーンがあり得るかなとか言ってても、誰も友達ついてこないので、これ一人でやるしかありません。これ俺一人で毎日やってるわけですね、こうやって。でそういうのを、あの人もしかしたら退屈なおじさんなんじゃないかっていう感じがするガキがいます。こっちからこの樹木の下で大体やるんですけど、樹木の下でこうやってやってるんですけど、そういう時にね、もうまたがってね、こう乗ってくるんですよ、弦とかは。でこう顔がもう、こう分かりますかね、もうあのお猿のジョー、お前ジョージかみたいな、もうこんな上がってくるんですよ。あれも連立引きなんでしょうね、ちょっと戻すっていうか。そうしないと僕もあっちの方行っちゃうと、もうそのままもうブロンズ像みたいになって何かを考え続けてる人みたいな、なんかでもその何かいまだに分からなくて、そのプラトン以来まだ解明されてないみたいな話になりますよね。というそのピタゴラスが持っているあの最後のノート、なぜかノートを、ね、垂直に切って、そこの断面になんか半端ないものが隠されてるらしいんだけど、ワシントン行っていいっつって、ただ彼女とデートしたいだけなんですよ俺も。もうだけどどっちが本当なのか、確かに謎を解き明かしたいですよ。だけど僕は同時に単なるの冒険に影響を受けすぎてるんですけれども、やっぱりボーイミーツガールを常に、単なるボーイミーツガールがあんまないので、ボーイミーツガールちょっとリミックスしようかなとか、なんかちょっとついねスパイスを振っちゃうんですよね。ナツメグとかハンバーグのあの肉のなんかちょっとナツメグ入れすぎちゃって、子供が食べれないことを喜んでしまうタイプなんですよ。って言ってほっとくと危ないでしょ。だから多分自分の場合多分今すごいね、こうまあ自由では、今回ねだから良かったなと思ってんですよ。避難するっていうか、避難じゃないですよ僕からしたら。なんていうかこう、もう本当そう、まあまあ勝手に逃げろなんですよ。だから本当にもうそこからもう、俺はもう関係ねえっつって、もうほっぽり出して、もう車とか熊本空港置いて、いくらになってんのかなみたいな。でそんな時に払う気がないっていうのを弁護士とどういうふうに説明し、なんか戦うかなとか言って、もうなんか普通に青山に僕の顧問弁護士がいるんです。新政府弁護士って慰謝料担当大臣って。これがまた面白い、非常に面白い、いろんな人面白いと思ってるんです。いろんな職能がいろいろいるでしょ、職業。僕ね、あの僕のこと勘違いして、あのサラリーマンを否定している人だと思ってるんですけど、僕全然そういうことないんで、その能力を全然違うところに24時間使ってほしいんだけど、
どうやらその人たちは そこの世界でしかないと思ってるからついついいじめちゃうんですよ。こちょこちょっていうことで。でもこちょこちょいじめだったらいいでしょぐらいな感じで、でもこちょこちょって死ぬ人がいますよとか言う人いますよ。こちょこちょしすぎたら死ぬんですよって。でもそこまではこちょこちょしないですけどとか言ったら、でも共演のこちょこちょはすごい気持ちいいですとか言って。ちょっとこのこちょこちょとこのこちょこちょがどう違うんだろう。なんかもう三者面談みたいな、あのなんかあれですよ、ダーダーダーダラッダーみたいな。そのこちょこちょってすらこちょこちょで死ぬけれども、多少のこちょこちょ、いやもしくは積極的なこちょこちょ、そして信頼した上でのこちょこちょ、わかりますかね。こちょこちょっていうもう幅すごいんです、本当は。でもなんかこうちょっとこちょこちょするとついついついてね、こう過剰反応してしまう人とかもいるんでね。そうそう、よく言われるんですよ。だからね、本当はナルシストですよ、自分は好きですよねみたいな。自分が嫌いな人と会ったことないですけど、大丈夫ですかみたいな。ちょっと意味が分かんないです。ちょっと待ってくださいみたいな。ちょっと待ったみたいな感じになって、自分が嫌いな人がいました今。自分が嫌いってどうやって生きていくんですかみたいな。ちょっと待ってくださいよ、お風呂とかお入らない人ですよね、じゃあつまりとか言って。いやいや、風呂入るだろ。気持ち言うね。自分を嫌い、みたいな。もう俺全然意味が分かんないですよ、やっぱり。4月16日もね、これがまたね、傑作だった。4月16日、私は怒るとは思ってなかったけど、そりゃ怒るだろうっていう話はしてましたよ。それが最高だったのが、ツイッターで僕が書いてたのが、俺は毘沙門天だから、毘沙門天来たから、もう自信なんか怒んねえぞって言った。そしたら怒りましたね。嘘ですね。違うだろ。お前らの恐怖心を少しでも和らげたいと思ったら、俺は嘘つくしかねえだろ。自信落ちなんかできないんだからって。それはそうで、しかもお前は信じてたのかっていう、そのむしろ奇跡的、お前は何だ、俺が毘沙門天に逃げているのか、何俺は自信ができると思っているのかって、むしろもしそうだとしたら、それを説明してくれないか、取材をしたいって。取材費1万円払うって言うと、突然そこが取材の場に変わったりするから、今朝これで1万払うんですかみたいな。その代わり記事になるけど大丈夫みたいな。もうお前1万円で売るなよ、まあ、その毘沙門天の貴重な、なんかもっとニューヨークタイムズとかで200億円とかで売れよみたいな。神を発見した唯一の男とか、そこまで俺は塗りたくるけどねみたいな。なんでお前塗りたくるやつ俺から1万円で搾取されるのか。もう今日さ、文化ヤクザだもんみたいな。そういう感じで、つまりヤクザなんですよ、僕やってるのは。で、非常によく任侠の人から電話かかります。で、やってることは何も違ってないっていう。俺らは戦後、その北九州のやっぱり、まあ、ある場所で、空襲が起きた後にやってた行為と教員がやってた行為はおそらくほとんど一緒なんです。何かやられそうだったらいつでも言ってくれ。いや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 、大丈夫ですよ。 JR 切符買う時も後ろから刺されても大丈夫なんて常に思ってますから。そしたら母ちゃんとか、いやいや、そんなみたいな。なんかもう一人ジャック・バウアーみたいな、勘違いしてないみたいな感じで、いや言っときますけど、タンタンの冒険とか読んだことないでしょみたいな。まず勘違いから始まりませんからみたいな。事件は起きるのではなく起こすのですみたいな。やっぱりみたいな。お前が自信をとか、いや違うだろって言って、何が何だか分かんねえよみたいな話。まあそういう一石でございましたみたいなことを、まあ、家の中でもやり続けるわけですよ俺は。共演で何、あなたは一体何みたいな。お前は15年間ずっと20時間一緒にいて、お前はまだ分からないのかって、少しは情報をくれ、俺も分からないんだって。そしたら4月16日姪っ子がなんかフッ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 、俺は机の下で青が寝てたから、弦が俺の家から俺のコレクションの鳥の巣を持ってきた。何とかがかけすの家を、あの巣を持ってきた。そしたらそれ見てたら、鳥の巣って すげえなってことに初めて気づいた。地震が起きても壊れなかった俺の鳥の巣が。つまりふにょってなるけど、ふにょって戻る。すごい、すげえとか言って、しかもこの弦はそれを持ってきた、こいつおそらく天才だって。これ半端ない、スミソニア博物館出ましょうって。もう今日またもうすぐそっちのなんかこうなんかこうもうなんか知名度高い方なんか俗っぽくなってるよ、多分おそらくそういう状態だよとか言って、すいません、どこからに、何
日刊スポーツ。なんで全部それ、なんで全部発表しなきゃいけないの。大丈夫大丈夫、そこは私たちが自覚すればいいんじゃないかな。ここ見るじゃん、なんで全部発表しちゃうの。全部発表しなきゃいけない。全部発表したら大変なことになる。落ち着いて、吐いて、これ吐いて吐いて吐いたりするから、吸ってる吸ってる、今日吸ってるよっていう夜。もうさ、まあ俺が来たらこういう話になるんで、まあ基本的に全部これが登場しまくすから、もうそのなんかもうな、まあ、7人でいたんだけど、まあ17匹のなんか子供たちでしたっけ、なんかネズミたち、なんかああいう感じだった。もうおばあちゃんいました、なんかおじいちゃんもいましたみたいな、もう存在しないおじいちゃんとおばあちゃんとか死んじゃった人とかもいっぱい登場させてたから俺。それであのなんか、まあそれで最後その船ネズミの寝てたら、でちょっと鳥の巣っぽくやろうと思って、そしたらまたやっぱ腕枕なんて、あ、恋人ってある時から腕枕しなくなるけど、ある時まではすごい腕枕するよね。だからすっごい鳥の巣になるんだけど、だんだんね、住居化していくよね、人間の家みたいに。で、ちょっと、あ、おやすみなさいみたいな感じで、ちょっとうち別のベッドなんですよみたいな。まあ僕はセックスレスカウンセラーっていうのを会社でやってて、別会社なんですけど、まあそっちは偽名でやってるんですけどね、社長が。まあ上がってきたでしょ、俺の資金源が。まあいろいろやってるわけです、会社を。それで、まあそちらの方では、まあ非常に高い値なんですけど、100% セックスレスが治るって言って、まあジャンプの裏に載ってますから、誰でも知ってるんですけど、昔ありましたよね、ジャンプの裏の、ジャンプの裏側の広告って、なんであの魅力的だったんですかね。ジャンプの裏の広告って、あの中にドアがあるんじゃないかと思うぐらいの空間を持ってて、僕、いつも俺、あのジャンプの裏みたいなこと、人生を送りたいと思ってるんですよ。なんか夢の塊なの、本当に。なんかもう暗記が全てできるし、なんか、とんでもなかったですよね、あの頃のなんか。なんか、ニンニンみたいなのがなんか隠されてましたよね。あの今ニンニンがなくなってきてるんで、俺ニンニン役なんですよ、やっぱり。何を話してましたか。そうそう、それでなんか恋人だと思うと思って、娘を恋人だと思うと、なんかやっぱすごい腕枕して、やっぱすごく優しくさすって、それでしたらって言って、まあ、明らかに俺が起きてること分かってるわけ。で、テーブルの上のティッシュを一枚一枚拭いてるわけ。これ言わないで、これもちょっと思春期の人たちの話ですから。失恋したかな。離れて、遠く離れて寂しいかな。満月見る？月でも同じ月を見ようかな。目を閉じて夜7時にキスしようとか言ったら、まぶたの裏が暗くなかったとか言ってみようかな。え、何それ、経験あるの。オフコース。話聞くぞ。今日は男なの女なの。I don't know. Let's go. Next door. みたいな。それでこっちに明るくしてた部屋、和室に、ここじゃ寝てた、みんな布団全部引いて、とにかく倒れないところに引いてたから。そしたら二人で油かいてた。なんかこんな、どうした。いや、なんか今日もあ、これを言いたかっただけだった。すっごい長い枕でしたね。自分が分からない。じゃあ待った、ちょっと待ったっつって、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、自分が分からないって今言いましたね。ってことはですよ、自分のことを完全に理解している、自分を知っている人間っていうのがいるってことですか。そしたら今までの生涯の中で一度たりとも自分のことを全て知っていると断言した人に会ったことがあなたはありますかって聞いた。ないか。ですよね。いやでもちょっと違う、なんていうか説明できないんだよね。なんかもう一人の自分がいるっていうか、もう一人の自分。ちょっと待ってくださいね、なんか聞いたことありますね。と思って、青ちゃんもやっぱ恐怖心強い人ですから、ちょっとこれぐらいの声ぐらいで起きちゃう。で、どうしたの、
こちらの方がですね、私のメインなんですけれども、もう一人の自分がいるんですけど、パパ3人いるじゃん。え、何そこ普通、普通にそれ3人とか普通に言ってる関係って、もう、ここに座って、あ、って俺3人と、もうこういう人が確認してる中では3人、しかも現実宿りっていう新作の中では85人、へぇ85人みたいな、85人出てきた登場人物全部語り部の声が違う、トーンが違う、トーン分かる、トーンって分かんない、全然君たち分かんない、でもちょっと嬉しいって言ったら、うん、なんかこんなこと言ったこと初めてみたいな、 OK welcome to my world みたいな。分裂が当然だし、俺は京都大学分裂学部の教授だぞって勝手に作った、なぜならば俺は分裂してるからだ。パパ作ったよねって言って、この子は来てるから京都大学のその講演会に、それで学長にもちゃんと了承も取ったし、そうおかしいでしょ、それでなんか試験とかなんかどうやったら、そういやそういうのないから、でも卒業できない、難しすぎるんだ俺の学校はって、果てしないから終わんないし、一生付き合わなきゃいけないし、めんどくさいそれとか言って、もう俺と一度付き合ってしまった女性は一生付き合わなきゃいけないってもう約束なんだよ、いや別に付き合ってないし、でも背中を触ってしまったじゃないかって、いや意味わかんないんですけどとか言って、でもだん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 その子はそういう風に言って、自分の分裂してる自分を言ったり、ネガティブにも2つあってってことで非常に細かく説明できるようになってきましたね。もっと教えてください。ネガティブに2種類ある。それ どういう感じですか。もう一つがただのネガティブですごい落ち込む感じで、もう一つ、もう一つは、もう一つはすごいちょっと攻撃的になる。それはどういうことですか。なんかわからないんだけど、じゃあ一つ例を挙げましょうか。あおちゃん、このメインなんですけど、僕の廊下の坂口玄って命名されてる紙、あおちゃんが書いてくれた紙をめくってあげてさ、はいはい、あれね、で、廊下に出てて、あれ穴開いてる、何この穴みたいな、え、帰ってきて、え、この穴誰が開けたでしょうか。え、それ巨編、そうです、ネガティブな攻撃的な巨編です。やばっ、ネガティブな攻撃的なところで通じ合ったこと今まで人生一度もありますか。いや、それ今言えてることも初めてだし、そんな人が他にもいるとはみたいな、ごめんそれむっちゃノーマルなんで、やばいっすよ、普通の人かもしれないですよ君。才能がないかもしれません、普通の人の可能性があります。青ちゃんと普通の人かもしれないねって、うん普通だねって、今のところ全部普通だよって、言ってること全部普通、全部わかるし、わかるの、わかるっていうか普通だよねみたいな、普通、俺らとても普通、つまり俺ら3人繊細だぞって、こんな震災の日寝れるわけないし、寝てる人たちいるよねって、いる、ママとママ、ママとママ寝てるよねって、うん、あの2人 AB 型でね、もうね何にも気にしないから、しかも俺と青も AB 型だけど気にする方の AB 型なんだよ。でも大体そういうのが馬が合うようになってるから、俺らでしょうがない、繊細組としてやるしかない、もうハイスクール繊細組。もうみんなでハイスクール繊細組っつって、で時に起きたの地震が、だから繊細組だからもう早いわけ動きが、で繊細組はまあ基本的に総統とも統合市長とも関わりあるんだけど、これがまあこれも書きましたけど、つまりマラリアにかかった時、太古の人類がなんで俺らこれ遺伝子の問題であることはもう大体確定してる、なんでかというとですね、その説明したいんですけど、ごめんなさい、多分ね俺の言ってる情報量がすごく多かったはずなので、おそらく頭が多少パンパンなんじゃないかということを心配しまして、それが何だったのかというのは CM の後に回します。ちょっと CM 歌を歌いましょう。こういう時にやっぱり今とかはふーちゃんとかがいるの、うちの嫁さんが、今日はそろそろみんなが止まってるぞって、体がちょっとだけ止まったんですよ、みんなちょっと疲れたとか、だかそれで感じると、あ、ちょっと打ったのかって。じゃあ西子って言ったらですね、西子もちょっとどうなってるかわかんないんですよ、これも世界遺産になったばかりのね、熊本の西子の歌、
すこの電車の窓辺、疲れてた君の肩の横で石段登って行こう、海の見える街へ口笛が風に乗り行くよ。ホーム電車の窓辺、疲れてた君の肩の横で石段登って行こう、海の口笛が風に乗り行くよ。水を飲みなさい。ということで、だん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 坂口キョエマシーンちょっと自分で操縦できるようになってはきてるんですけど、まあ、ちょっとまだジップファイル重いね。開くと大変なことになるからね。つまり聞き流してくださいね。意味を考えたら終わるよ、まあね、デートするでしょ。真面目な女の子はね、ほんとね、5時間ぐらい一緒にいるとね、もうね、ソファー倒れてしまうの、バッタンって。で、その日は台無しよ、こちらは。で、だん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 やっぱ分かってきて、もうゆっくりただ散歩すればいいってことが分かってきた。もうゆっくり、もう手をつないでもうギュッしてもう散歩するだけ。最近はもうそれだけで、散歩してきましたってふーちゃんに言って、ふーちゃんから頭をコツンって張り付けられて、これね、でもほんと幸せです。この人も好きだし、ふーちゃんも好きだし、そして散歩してきたし、何もしてない。ほんと何もしてない。なんかおかしい、今顔が変わったよ。なんならこのコミュニケーションみたいな、もうこのコミュニケーションが日本語になればいいのにみたいなね。いつもの細い通い道が鮮やかに輝いて、看板の猫の絵見つけたと隣の君が笑ってる。カレー屋のドア開けてチキンカレーを二つ、春の風の匂いはシャツにまだ残ってる。カレー屋のドア
れを二つ、春の風の匂いはシャツにまだ残ってる。はい、カレー屋って言ったらいいよね。完璧な坂口教授の設計により、これにて1時間半人間が私の言葉を聞くのは限界に達しました。なので、現実屋で朗読したかったんでございますが、ここで朗読するとおそらく 2,3 人倒れると見込まれますので発売を待っていただいて。登場人物が土と砂なんですよ。でちょっと俺が恐ろしくなってるんですね、やっぱりね。ちょっと不思議なことを書いてるんです。砂たちからの伝言を坂口恭平という人間の体に一応預けて、俺が人間の言葉に変換しまして、それを書いてるようです。そういうふうに読み取れるはず。しかも自分たちが砂かもしれないってところまで行けたら俺の仕事は成功でしょう。それを人間として読むか砂たちとして読むか、俺の中の徹底した勝負なんですけど、だから震災とは関係ないですよ。だけどとてつもなく深いところで俺の中で関係があると思ってて、今俺と担当編集のこと合言葉は震源より深く、常に思考は震源より深く、震源の上で揺れるなっていう。震源より深く行くために僕は逃げた。震源より深く静かにもう沈止木工したいんだ。それが本当はその、しかしもうトークショーやってたのライブやってたのもううるせえん企画書どもは。そんな高い金もらえない。もう200万ぐらいの仕事したつもりですよ今日。いくらだろうか。4万でした。1時間ここまでこちらに骨を削って4万円ですよ。これ凡人がやってみえて思うんすよ。しかしなぜかこの社会は俺を酷使しようとしている。養老たけしに200万払ってる暇があったら思うよ。養老さん俺もそう思うよって言って相談するなら本人にしろ。恐れが俺の合言葉、愚痴を言うなかれ。そしてもう困ったらまあ歌えってことで、じゃあ最後で歌いましょうかね。なんかありますか。マコでいいかな。マコよマコ、パパは今世界に名高いパリのローヤラサンテリー。だがマコよ心配するな、パでチョコレート舐めて、葉巻スーパースーパーソファーの上に、西洋料理のごちそうを食べてチョコレート舐めて、葉巻スーパースーパーソファーの上に、このロイヤのおかげで喜べまこ。パパはすぐ帰る。おふThank you.
人分と五章お菓子にアベペにキスにキスお土産どっさり分と五章お菓子にアベペにキスにキスお土産どっさり分と五章お菓子にアベペにキスにキス踊って待てよほら来たーやばいっすねびっくりした俺もこうやってこう文字が来るんですよやっぱ踊って待てよあおよあおえおなんだこのわけのわからぬ性の限りはなんだこのわけのわからぬ性の叫びはなんだこのわけのわからぬ性の喜びはなんだこのわけのわからぬ俺の涙はこれが一番いいね持たずに開けるとああなんかじゃあ質問を3つじゃあ質問ある方は挙手してくださいでもコンサート音楽聴いて質問ないよねだってさ俺思うもんいつもバイオリンの人にあそこはなんでああやって弾いたんですかとかじゃないからまあいいかなじゃあ質問まあ、直接電話番号公開してるんでこちらの方に僕の方からじゃあ1個言っていいですか？あの新政府のこれからやろうとしていることをちょっと皆さんに教えてもらったらまだ君たちは新政府を信じているのかっていうことなんですよつまりこれから俺がやることなんか俺の勝手なんだからしかもこれ妄想ですからね皆さんもうね、恐ろしい俺バカなんじゃないか一応共同通信とかが新鮮な、新鮮ってちょっとこれからどういうことあのですね、君は本当に大学とか受かって面接で受かってそこに入ってるのかって聞いてるんですけどこれは僕の妄想会言ってるんで今からとんでもないことが起きますってだけですだけど、それは僕の妄想の中でしか起きてないそれは別にあなたの妄想の中には侵入しないちょっとだけインディ・ジョーンズはいつもムチを忘れるけどギリギリのとこでムチを取っては滑り込んで入ってくるからああいう感じで入ってくるかもしれませんがねだんだんだん長老のお話みたいな感じなんかだんだんだんみんなの中にもいると思うんですよその長老がね今はその人に聞きなってそれぞれ絶対俺に聞かないでくれっていうことだ俺に次何をすればいいんですかとか俺は俺の長老には聞いてるけどそれによって俺は勝手に動いてるだけやでそれを人に聞いたらもう終わりで人を頼ったら終わりでこれ一歩間違ったら即行そういう宗教になっちゃうで俺がやろうとしてるのはもっと第一との対話とかもうわけわからないところに向かってってるから宗教とかどうでもいいんですよつまり人間を固めるためのなんか一つのアルゴリズムが宗教、はい、これは宗教は神とか、まあ、でっち上げですそういうものを作ることで人間を固めるためのものそれと大地とは切り離されてるんで俺が今耳を潜めてるのは砂たちとか石さんとかまあだからそういう意味ではちょっとアニミズムとかそういうことに近いのかもしれないけどそういうようなものには耳を澄まより深く耳を澄まそうとしているのが新政府の政治的今行動ですっていうでこれが本当にこれが本当に俺の中の政治なんだけどね自信をどうすればいいですかはい土地を所有することを やめるという人間のくだらないことを本当に気づいた瞬間に自信が収まるよつまりそれは自信と思わないはずだけど自信と思う恐れるっていうことをカモル町名はあの時から言ってたわけで
壊れる建物を作っときゃ炭鉱部できるだけだろうって唯一路上生活者が俺にメッセージをくれてた。今回も足で何人も死んでるでしょ。全員が足で死んでる。さらには関連死で死んでる。つまり逃げないという行為で死んでる。その彼らのむしろ現政府に質問してほしいよね。これから君たちはどういう政治的な判断をしてどういう政治的行動でやっていくんだという。今こそ第一のささやきに耳を傾けようとか言ったら俺がまた変態扱いされるわけでしょ、テレビとかで。出ません、そんなテレビに、本当に。だからだけど俺はテキストを書こうと思ってるし、まあ、100万人ぐらいに届けばいいよ。いつかそれが2000万人に届けばいいし、3000万人、4000万人ぐらいまで俺の頭の中ではできてる。つまり人口の半分ぐらい日本で。でも日本で人口の半分に行く必要ないから、世界中でいいんだ。世界中にやればいいし、つまり英訳を進めている。で、僕の考え方はそういう風にして少しずつ、まあその、まあ、ブレインウォッシュ中でもあるけど、別に僕は勝手に洗脳しようと思ってないんで、そんな怖がらないでください。危ないでしょ。だからやっぱ喜びの感情とこういう恐ろしいな、こうなんかこう恐怖の感情っていうのはやっぱりリンクしてるんでね。怒りが強いんですよ、これはね。すごい怒ってるみたいな、人間に対して。だけどそれは須田さんたちからの怒りだから、俺の怒りじゃないんだよね。で、みんなにもそういうのってあるんじゃないのかな。どっちかって俺はそういうのを気づかせる仕事をやるみたいです。だからまあ何とでも言ってくれっていう感じだけどね。だからそんなに間違ったことはあんま言ってないつもりなんだけどね。断片的にいろいろ俺の聞くとね、もうなんか偉いことになるもんね、俺の言ってることは。むちゃくちゃだから、やっぱり。だけど、さっき俺西高歌ってる時にカラスがカモメに聞こえなかったっすか。俺それを言いたかったんだけど、また言うとまた歌の途中に俺言う。でもその後にまたマコよでさ、踊って待ってよって、また踊って待ってよって来たからね。自信そうか、おちゃんかみたいな、ついつい歌止めちゃいましたけど、まあ俺の話はこのまま止まらないまま朝までいっちゃうので、まあ、とりあえずもう終わりましょうか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。